今日はね、高橋市成岩町にね、来ております。成岩町といえば、吹屋ふるさと村がね、とっても有名な場所と言われてます。ベンガラ色の外観の見事な街並みが結構ね、インスタ映えするということで、有名なんですよね。江戸時代末期から明治にかけ、吹屋のね、長者が後世に残した最大の文化遺産と、いうことで、これから、その、場所に行こうかなというわけですけど、どうなんですかね。ちょっと多分イメージがね、つかないかなと、思うんですけど、これからね、始まります。山奥にある、この吹屋ふるさと村、やっぱ観光地としてね、英語でも、書いてます。こちらがね、吹屋の街並みということで、これがね、この今日の、歩く場所ということで、なんか結構ね、いろいろと、街並みなんですけど、なんか面白い感じの、発見ができるかなと思いながら見ていくわけですけど、1897年のね、街のにぎわい、ちょっと行こうかなと思います。本見さん、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ちょっとなんかこじゃれた、お店がありますね。ベンガラットは団蔵やと、いうことなんですけど、この酸化鉄ということで、このね、ベンガラという色がね、赤色なんですよね。赤色なんで、壺とかそのレンガとか、瓦とかね、いろいろそういうのに使われているということで、なんかちょっとね、その屋根の色が赤色っぽいような、色の、家ですかね、街並みがあるんで、独特な雰囲気がね、するかと思うんですけど、はい、この先がね、ベンガラのね、屋根、作りとなってます。まあね、色が、違うのがわかると思うんですけど、若干ちょっと 赤色というか、茶色というか、感じがするかと思います。こんな感じですね。日本遺産認定、ジャパンレッド発祥の地、ベンガラと赤金の町、ウィッチュフキアということですね。ロケ地になったということですね。
木屋郵便局明治7年開局と。この先、どこに行くんでしょうかね。神社がありますね。ちょっと登ってみましょうかね。ここが本山神社。番組の途中で失礼します。 RSK アナウンサーの武田彩香と小西健一郎です。よろしくお願いします。お願いします。毎週土曜日朝9時からお昼の1時55分まで放送中の RSK ラジオ小西と武田の土曜番長の中で、第4土曜日第5土曜日には DJ ゲイルさんの DJ 番長を放送しています。小西さん何してるんですか今。詳しくはDJ 番長聞いてください。チェケラーチェケラー聞いてねー。失礼しました。めっちゃかっこいいっす。よろしくお願いします。では引き続き番組楽しんでください。チェケラーよし。結構シンプルな神社なんですけど、あの遊具がありますね。遊具の、横は、街並みが、見えるということで、はい。はい、というわけでですね、この先に小学校校舎が、あるということで、岡山県指定重要文化財、ということですね、徒歩3分で行けるということで、ちょっと行きましょうかね。明治33年。はい、というわけで、残念ながらなんですけど、保存修理工事をやってて、今現在、中に入ることはもちろんできないんですけど、外観もね、今こんな感じでなってます。これが、オープンされるのが、オープンというか完全に修理されるのが、2022年と、いうことになってます。あと2年ですね。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。